プレイヤー的には強いモンスターを育てていきたいわけですよね強いモンスターになる配合結構これがりましたねだからこういうモンスターは背後でしかできないとかね全部そのやっぱり野良で仲間になったら育てる意味がなくなっちゃうんでシナリオも結構直してたんですよメモリもないんでいかに短い文章で面白くするかっていうんで表現すごく断ってましたねだからモンスターもちょっと仲間でそれこちらを見てはいしますかはい言えっていういろんなアイデア入れましたねそういう意味では、うん 携帯でもテリワン出てるんですよね。結構やり込んでて、94.7%集めてますね。そう,そう、結構集めてたんですよ。どんなわけでやり込んで,んで <laughs> 僕自身も遊んでるんでね、あの3も一緒に遊びたいと思います。<laughs> はい。お待、はいま、たせしました。いよいよね、あのはい、モンスターズの新しいものが出ます。もう楽しみにね、いろいろ考えながら待っていてください。お楽しみです。どうも、堀ーでした。